8番政治会佐木川和之です。質疑をいたします。本件につきましては昨年の12月28日付で専決で控訴されたとありますが、その理由について市長にお伺いいたします。本事件につきましては令和2年10月1日に請記した、議会を敵に回すなら政策に反対するぞと言ってもいない同僚の山根敦子議員を名指しし、旧ツイッター等にしつこく投稿し議員の名誉を著しく毀損してきたところであります。この間本人はもとより関係者の皆さんのご心痛は計り知れないものがあったと推察をいたします。司法の広島地方裁判所におかれましては約2年3ヶ月の間事実関係を精査され、また関係者の参考人招致等を行うなどあらゆる面から審査をされ、その結果として昨年12月26日に市は同僚議員への名誉を損なう行為があったとし、33万円の賠償を命じられたところであります。市は現在この判決を不服とし専決でもって控訴されているところですが、控訴するにあたっては地方自治法96条1項12号で議会議決を得る必要があると地方自治法では定められております。冒頭申しました通り専決したその理由について市長にお伺いいたします。佐木川議員、私の調べるところによりますと、仮にですね12月28日に臨時議会開催の告示を行えば1月4日には開催できるものと承知したしております。市長は平素法令遵守を厳しく言っておられる中、地方自治法96条1項12号をどのように理解されているのかお伺いいたします。佐木川議員時間がなかったとおっしゃいますけれど、先ほど申しましたように私の調べる限りでは12月28日に臨時議会を開催の告示を行えば1月4日には開催できるものと思っております。本件の控訴は市民の血税で行われるものであり、当然議会の判断が必要であると思っております。これを省略されたことは現在の仕組みである二元代表制を軽視し、また当議会を市民を無視されたものと思いますが、市長のご所見をお伺いします。はい、山本議員。3番、先ほど休日に行ったことはないと、こういうふうに答弁が例がないんだと言われましたけど、例がなくてもやろうと思えばできたはずです。で、法律的に、できないという根拠でもあるんでしたら、説明をお願いします。山本議員。先ほどから専決処分したことについての市長、部長、課長、説明されておりますけれども、26日からに判決が起きて、28日、
4日、5日、9日といろいろ手続きされておりますけれども、議会の議決を経なければいけないというの認識は、執行部はしっかりとお持ちだと思います。だったら、過去にこういう裁判の控訴事件のようなものは過去には秋田方市にはありません。しかし控訴するにあたって時間的余裕がないからと言いながら最善の努力をしたとは認められません。なぜ28日、4日、5日と時間かけてやっとるんですか。いろんな手続き書を持ったらその日のうちに全部やろうと思えばできるはずです。最善の努力をされましたか。臨時議会を開くためのその一点をお聞きします。山本議員に申し上げます。先ほど来の質疑の中に内容的にはありましたので、はい、ここは答弁なしというふうにさせていただいてもよろしいでしょうか。主張を表す必要ないですよ。すいません、申し訳ない。答弁がしたいんであれば答弁を受けますよ。ないです。おっしゃる。笑わないでくださいよ、そこは。笑わせないでください。笑う場ではありません。はい、すいません。山本和弘議員。3番。控訴の提起にかかる専決処分の承認について不承認とする反対討論を行います。この度の承認案件は平成5年12月26日に同僚議員が提訴したいわゆる恫喝裁判で、石丸市長が同僚議員を名誉毀損したとして敗訴し、市が賠償責任を言い渡された判決について不服であることから、同年12月28日に専決処分により控訴を決裁し、平成6年1月9日に控訴の手続きを行ったものであるが、地方自治法第179条第1項に規定された特に緊急を要するため議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであることを理由にしている。しかし控訴期限である1月9日までには判決日翌日から14日間の期間があったこと、臨時議会の開催においては地方自治法第101条第7項の話し書き、緊急を要する場合はこの限りでないの規定をすれば抗告の翌日には召集できたこと、自治法の規定には土日祝日の議会の開催について制限した条項はなく、休日であっても開催可能であったこと、12月28日に専決の手続きを行っていることから控訴状は出来上がっていたことを考えると市長の主張する議会を召集する時間的余裕がないことが明らかであるとする理由は全く見当たらない。むしろ事務執行が怠慢であったことを示している。また召集する時間的余裕があったにもかかわらず専決処分を行った行為は議会を開催しても否決が想定されることから、たとえ議会で承認が得られなくても控訴が有効になる専決処分を選んだとする疑いは否めない。また当該案件は秋田方市を代表する市長が名誉を毀損し損害を求められているという極めて
不名誉な事件であることからも、控訴にあたっては地方自治法第96条第1項第12号に規定する議会の議決を要することは当然のことである。しかるにこうした事案を根拠のない専決処分で控訴することは議会の権限を侵害するもので、地方自治における民主主義制度を揺るがしかねない有識行為であることを指摘したい。したがって以上の理由により専決処分を承認することはできない。以上、専決処分の承認にあたっての反対討論とします。